ジュビロ相手に、まあ、スタートからどういう、まあ、仕掛け、はい、積極性を出せるかというところは注目したいんですけどね。2019J1 リーグ第32節北海道コンサドーレ札幌対ジュビロ磐田の一戦、札幌のキックオフで始まりました。長いボールを入れます。アンデルソン・ロペスが追いかける。山本からルキアンへ、もう一度山本サイド、小川がいる、2対1ですね。いや、夜松本から中、ガダユト磐田先制。今日勝つしかない磐田。アダユートンの今シーズン6ゴール目、良かったですね。ここから右サイド、まあ、後ろからもサポートがあってダイレクトで入れて、まあ、ディフェンスサポートはつけきれてなかったですからね。このダイレクトで入れて、それで感じて前に入ってきたの、これ良かったですよね、はい、藤川ですかね、そして後ろから2枚いましたから、ルキアン、アダユートン、まあ、相手に当たって少し、まあ、コースが変わったかもしれないですけど、よく詰めてこれ入れましたね、アダユートン。いいタイミングで入りました、ね、チャナティップが前を向いて遠目からシュート、ナイスキーパー、ハッタのファインセーブ。これですよね、チャナティップがいいところで受けて迷わず右足振り抜いたんですけど、よくこれ届きましたね、はい、右手一本。土壇場同点ヘッド。やっぱりここは福森のキックの質、精度と、はい、川又から松本へ送る、間に抜けてくる、一人かわして倒れて、笛は PK だ、 PK だ、荒木が倒されて PK だ。岩田この最後の最後で、ここをうまく切り返したこの後抜け出そうとしたところですよね。シンドがこう体投げ出したんですよね、まあ、これは捉えても仕方ないかもしれない。上がなりました、決まった。岩田 J1 残留へ望みをつなぐ、荒木大吾の J1 初ゴール。自ら奪った PK を自ら決めました。真ん中ゲットですね、この場面です、真ん中です。ここで長い笛、試合終了、2対1、 J1 残留へわずかな望みを残す磐田勝利。